どうも高井です。ウル広告デビッド・ウイの本ですけど、この本はねコピーライティングの本なんですけど、一般的なコピーライティングとの違いね一般的なコピーライティングの本って大抵どういう風に書いていけば反応を取れるかとか、どういう構造のね文章の伝え方をするとよりね読者を引きつけて購買に結びつくかとか、そういうテクニックの話が一般的なんですけどこの本のねそれらの本と一番の違いっていうのは、まずテクニック以前の最初の書く前の段階のリサーチにあるんですよ。やっぱりある膨大な情報をもとにしてコピーを書くものですから、ただコピーを書くにはまず自分自身の考えたコピーよりも、もしかしたら他の記事から引用したものとかね、まあ他の人をパクったものの方が取れる可能性だってあるんだけど、まあそのことはこの本にも書いてあったりはするわけですけど、そのリサーチね、新しくインスピレーションを思い浮かぶようなものを出すには、まずそのリサーチが重要だよっていうことが書かれているので、テクニック依存者にしてはね、こういう本はねいい本になるんじゃないかなと思うので、読んでみてください。それでは。